はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ブルーアーカイブ始めていきましょう。今回も彼女たちをセーラーでですね、後編を行いたいと思います。無事終了したわね。やり残しがないか今のうちに確認してちょ。なんだろう。おかげで助かったわ先生。リポート。次回もまたお願いしてもいいかしら。でもまだ171しか持ってないからな。なんだこれ。そう、良い判断だと思うわ。無事終了した。227号温泉郷、これより営業開始です。特に変化はないな。じゃあイベントやりますか。屋内線か。屋外線、さっき屋外線だったの、屋内線のメンバーでやっちゃったな。大恐怖症だと辛いな。でかい。やばいな。これであと3体。しかし、1分切ってしまった。倒したが、これはパーフェクトはならずじゃないかな。関係ないんだ。どうなんだ。どうした。お、エミだ。お前は。だ、何が起こったんだ。おー、なんかエヴァみたい。誰？え、何これ。中二病。
そうですよ。デカグラマト重力っぽい長い、うん、なんだこれ、エロいクシュン、うん、何が起こってんのかようわからん。電源落ちた、得意現象操作部、反撃だですよね。やっぱりダメだったんだ、パーフェクトじゃない。もう一回やらなきゃな。お帰りなさい先生、一緒にこれ227号温泉郷、これより営業開始です。救護騎士団って言うんだ。簡単には終わらないということですね。まあストーリーだからといって諦めるわけにはいきませんが、レベル23、これフロントなんで屋内戦のメンバーで行くべきってことですね。このまま行きましょう。今度はあの能力発揮できると思う。うまくいったら星4に、星3のメンバーを誰か星4にあげたいとこですね。壊滅しさせました。怖い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 。簡単には終わらない、うん、ということですね。あと3つか。まあだからといって諦めるわけにはいきませんが。ですか。はい、働いた報酬はちゃんとありますよ。当然です。いいね。簡単には終わらないということですね。まあだからといって諦めるわけにはいきませんが、これってまだエピソードやってないよな。確かに。まあヒナは強いぞ。ピアノマスターしちゃうような。なる
ほど、これが原因だったのか。あの給食部が相当の激しい話になってんのは。これがパーティー会場だな。お、いろはだ。苦労人です。お、さつき。エロい。お、千秋がな、気になるよな。まだボイス実装されてないんだよな。取られてる、いろはが。お、いぶき。持ちやすそうないぶき。かわいいね。まあ、11歳だから、違法ロリーだよな。お、なんだ？まこと。と言われても。哲学。故に存在する。かっこいいな顔は。もちろんイロハは苦労する。え、いあの通常運転ではないのか。いや、正常な状態ってあったっけ。お、ジュリ、まさかお前。超不在。代わりって多い。本当にあったよ。飯はずよか。はい。え、これって次どうすりゃいいんだ。行きましょう、第2幕。お、なんだ、モモトーク。あ、モモトークは来たってことか。いや、いつもだろ。怪物？ジュリー、よくわからないけどわかった。その正体不明の怪物ってまさか。あ、行きましたね。これ会話は成立しない。こっちは会話できる。会話できんだけど、こう会話するが結構すぐ消えちゃうんですよね。
移動した方がいいかな。いや、いい。ホンダの調べましょう。何をしようというのか。おっと、かわいい。届かないんだよな。身長142センチだから。さあ、わかるかな？わ、なかなか手を伸ばさないと。会話するけど、多分進展はないだろうな。移動かな？委員長室、学生食堂。今いるのが委員長室ってことですね。では、学生食堂へ。あ、まだこれ。は？何これ？パンケーキ？なんだこれ？やばすぎやろ。しかも、動いてるし、おい、お前なんかしたか？あ、ここでは会話ができない。入れさせてもらえないんだ。じゃあもうこれ全部潰すしかないな。そうだそうだ、ジュリー怪しすぎるやん。会話してくれないのか。これ大丈夫だろうな。聞いてみよう。泣いてる。食研究会で名前と違ってやばいやつか。卵を作るため温泉パワーでもあるのか。風花誘拐されちゃったんだよな。風花取り戻せ。いや、怖すぎるやろ。先生、食研究会は追撃だ。うわ、やば、風花が排除されてる。追っかけに行くひなたち。アエネルも青鬼に移籍したか。青鬼組になったんだよな。ガラズシも
お、なんだ？やばいやばい。え、この、さあ、なんだ？お。いけいけ。おお、まさに風格がどんどん操作していく。これで風花を救出できるのか。これがゲヘナ空気分解の力だ。お、で先生からアコカか。今度はなんだ。ケーキは毒が。めちゃくちゃ嬉しそう。かわいいな。まさに善。善の存在。え、これって変わるのかな、コメント。変わらないな、多分。じゃあ移動するしかないんじゃないの。あ、ここから移動するんだ。巨大、超巨大パンちゃん阻止。なんか怖いな。え、マジかよ。グロすぎる。助けてもらおう。ん？これバフなのか？すごい。ここからはあなたの意志にかかってます。仲間はどんどん加わってくるんだ。もうちょっとだ。いけ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 。
かね。逃げても無駄だ。勝ちました。私一人でも十分だ。お、ひぶきおしみお文字も手に入れました。ただしぶといやつだな。ほんとにお前ら、これが春菜か。美食研究会え、遮光すんの。えぐいな。そりゃそうだ。本当だな。他の二人は？あ、ここ入れない。もう一回会話できるんだろうか。もう しつこいな。ピアノ練習だ。いぶきの神妙文字をまた手に入れた。で、戻ればいいんだ。とりあえず学生食堂行ってみよう。お、あ、当たるとなんかめちゃくちゃ嫌がられんのか。ジュリー会話はない。とりあえずここは何もできることはなさそうだ。ここは人がいない。ここは本だが、喋ってなんか見つかるわけでもないな。無駄動きが多いよな。いや、こういうアニメーションが楽しいっていう人もいるんだろうけど。さあ、ピアノです。美しいな。練習しましょう。とりあえず、フェスだっけ？パーティーか。ゲヘナの。で、ピアノを弾かなきゃいけないですからね。ピアノ熟練度ってなんだ？まあ、ハイクラスビュッフェ招待券なんてあるんだ。またも、いぶきを神妙文字を解放した。行ける場所は、ひなの部屋だ。戻ってきました。パジャマ姿のひなです。かわいい。PC があるな。今後同じことが起こる可能性はあるよな。
何回も風花連れ去ってるんだな、これまでの間に。どうだよ、気が利くね、いい子だ。苦労人だな、ひなも。整理しなくていい。やる、本日やることは終わった。ああ、もうこのまま突っ立って寝てるやんけ。やばすぎやな。ソサエティじゃないか。どっちが、そう、確かに。おい、へん、
エリカ、アクシニャンコ、評判悪いな。え、ちょっと待って、復帰委員会、なんで復帰委員会の予算なんだ。最低じゃないか。なんかひなだったらピアノ攻撃繰り出してきそう。次、バトル行きましょう。45って結構きつくない？屋内編成をやらないといけませんが、行きましょう。これは勝てないんじゃないかな。さあ行くぞ。勝てた、奇跡だな。今は結構健康しているわね。勢いがいいな。逃げても無駄だ。ここまではすごい順調だな。オッケー、回復、いいとこで回復してくれた。いいのですが、とどめだ。勝った？完勝ですね。任務の遂行完了。もう推奨レベルを基準がようわからん。こういろいろもらえちゃった。まだ続いているのね。まあ簡単に終わったらパンデモニウムソサエティじゃないか。第3幕行きましょう。翌日はピアノを演奏するとこからです。確かにちょっと疲れが目立った。なんだろう、いいね。銅像が見つかっちゃったみたいだな。風景界を近い行って対策を練りましょう。なんだこれ、やばすぎだろ。なんだほら、これはいけません。お、帰宅部のキララ、エリカ、
マッサージ帰宅部仲いいのかな、この二人、帰宅部の二人となんかある、壊せるんだ、怒ってる、さすがに。え、これ残りの二つを壊せんの。でも壊す必要って必須じゃないでしょ、必須なのかこれ。それを壊すのはもったいない。もう一回ピアノ室？いや、そうじゃないな。ん？どうなってんだ？ひなの部屋にも行けない。分勤所、廊下ぐらいしかない。一回ピアノに。メッセージが変わらん。別のとこ行ける？隠れ家を片付ける。戦闘突入、極力早く侵入する。バトル。ここに残ってますね。像がたくさんある。え、何この銅像の数。まとめて崩壊、すごいなこれ。ええ、当然の結果ってわけ。アコがいる。喋れない。ここか。
お、誰？付近モブか。問題児？誰のことだろう。問題児を相当だ。お、なんだ？諦めないでください。はい、逃げても無駄だ。移動する。一方、覚悟してバイタル正常。進んでください。私の薬があなたを救うでしょう。逃げても無駄だ。移動する。抵抗。覚悟。ん？なんだ？パーツ。逃げていった。勝利よ。次は何をしたらいい？救急薬部か。難航。負傷者が多い。これヘイローなんかな、モブは。え？ピアノ室？ん？セナが用意した軟膏を探そう。
本当だな、ここだ。そしてピアノ室へ。映画の前売りピアチケット。はい、これ戻りましょう、ひなの部屋へ。で、PC へ。希望あるんだな、まこと。いいな、上品だよな、ひなって。それがすごいいいよな。考え方整理したんで、続きです。寝ましょう。嬉しいですね。いらっしゃい、先生。簡単には終わらないということですね。まあ、だからといって諦めるわけにはいきませんが。行きましょう。
ああ、おかしいよな。綺麗なジャイアンみたいだ。何があったんだ？NK ウルトラ NK とはニュークリア。なんかパロディ、ドイツの作成のパロディみたいですね。グヘヘ。やばい、イロハ。増幅。わからせ。え？それって大して効かんだろう。あら、とんでもないことになってしまった。やばいですね。行きましょう。
定期訓練の準備。確かに。え、何何何、ね、本屋準備って言われても、あ、なんかある。情報の整理かな。今度はなんだ？いおりが苦労か。いおりどこだ？移動できるところは教室か。本当だ。おことよな。あやねる大激怒。そりゃそうだ。この二人、人たちは めんどくさい。掃除なんかしたくないよ。これも回収だよな。
本当に疲るな。怒ってる。なんで怒ってんだ、いろは。ん？なんかこれ椿じゃないの。いぶきだ。ごめん、椿じゃない。私はこと先輩。はい、いい子だな。うん、怒ってたもんな、いろは。聞いてみよう。いいね。なかなか回り道しちゃうよな。かわいい。何度でも会話したい。やばいよ。どうした？あ、会話？え、行ける場所ってどこだ？話してくれるん？教室かな？何が気になるんだろう。多分難しい。
出て引くね。行きましょう。え、誰相手は。お。いや、あまり意味がない。一気に走者。ダメージほとんど変わらないから。終わった？終わっ、あ、一人だけか、よりだけか。次は何をしたらいい？倒れてる。会話ない。なんで？お、ま、今度は誠が。え？なんで？才能訓練。対決ですね。どういうことだお前。みんな怒ってますよ。入れない。しかもまだチラシが落ちてる。これどうやってあの線にするんだ？追加だ。指示に従う。前進。これでとどめだ。トーチスタート。え、こいつを倒さないとダメなんだ。ひななんだ、今回倒す相手は。あ、いや、いい。
何？買った。これがゲヘナ風神みたいな力だ。一定のダメージ量がを与え合えば勝ちってことか。いいな、ちょうどメロディー合わせてピアノを弾いてる姿が。これで4日目の練習も終了です。帰りましょう。怒ってます。いや、怒ってるっていうか総称の焦ってるのかな、疲れてる。え、外に行くの？寝るんじゃなくて。あ、先生、ちょうど解決してほしい仕事がたまってたの。少し手伝ってくれるかしら。あ、ありがとう。これは手伝って。簡単には終わらないということですね。まあだから、まあか、まあはつまり屋内ですね。でこれ屋内組なんでこのまま行きましょう。オールクリア。
ということですね。まあだからといって諦めるわけにはいきませんが。順調ですね、ここまでは。まだ続いているのね。まあ簡単に終わったらパンデモニウムソサエティじゃないか。じゃあパーティー当日のストーリーです。あ、ドレス姿。だったわけではない。コンセプトって
ちゃこれ。この静止画お、かわいい。いぶきもドレス。いぶきもドレスも全部かわいいよ。10倍増し。なんでだろう。ピアノが。外出してたよな、さい。どこ行ってたんだ、あいつ。え、これ誠なの？いやまあしゃあないな。え、そうだったんだ。本当に苦手なんだろうかな。ひどいな。うん。本当？嫌な予感。もうなんだこの絵は。本当かな。ゲーナーをトップってもともと誰だっけ。でもパンデオニウソサイティでいいんじゃないの。元から。何あそれはない。脱獄した。今度は
美食研究会来た。あかりもいる。給食部またかよ。ん、そしてキンピラだ。問題児か。無形ウルター計画。誰？それを信じるか。買うんだ。まあ行くしかないね。私の活躍をどうぞ目に焼き付けてくださいね。ここからはあなたの意思にかかります。ありがとうございます。ヘルメットだ。やばいやばい。あと5体。OK。操作した。これがゲヘナ風神みたいな力だ。ん、これ何。簡単には終わらないということですね。総合避難委員長は
行こう。練習だ。練習の前に片付けられる会場へ。練習前に確認しなきゃ。次のポイントへ移動します。逃がしません。次のポイントへ移動します。進んでください。ない音だけど、心を込めてあなたに。うん、なんだこれ。やはりそうだったのですね。さあ、活躍を見せましょう。あなたを救うでしょう。止めだ。ミナール、私の薬があなたを救うでしょう。これでとどめだ。ありがとうございます。私の薬があなたを救うでしょう。覚悟しろ。得意反射とどめ。これからが本番。起動する。やりすぎないように。よし、
パーンってやったな。私一人でも十分だ。どこ行こう。覚悟しろ。得意反射とどめ。ここからはあなたの意思。ありがとうございます。逃がしません。バイタル成長フライパーケーキを倒した。これがゲヘナ空気分解の力だ。さらに汚染開発部を追撃。行くよ。やるべきことは。屋外か。なんだこれ。温泉の元か。移動する。ここからはあなたの意思。ありがとうございます。逃げても無駄だ。移動する。バイタル成長進んでください。私の薬に。はい、大丈夫。あと何回一気に行く。私一人でも十分だ。あとは隠れ座を片付ける。行くよ。やるべきことはただ一つ。まだ像残ってたんだ。覚悟しろ。得意反射ともめ。逃がしません。諦めないでください。バイトの正常進んでください。さあ行きましょうか。できてる。自由に鮮やか。皆さん確実に対処していきますよ。私のキノアールをあなたを救うでしょう。ありがとうございます。逃がしません。大意味に好きなどありません。バイタル成長。逃げても無駄だ。ここからはあなたの意思にかかってます。最後に増加して終わり。無事に終わったね。これ全部終わったんじゃないの。アコと喋ればいいのかな。それとも残ってる。いや、温泉開発部はもう阻止したが。
あ、まだ、もう終わってないんだ。あ、違う場所だ。最後の戦い。これでも解決したんじゃないの？無理なのか？いや、そらそうなんだけど。え？あ、あった。ジェイクさん、これでとどめだ。はい、包囲網に隙などありません。気がしません。バイタル正常、進んでください。次、これからが本番。はい、でもやりすぎないよ。ここからはあなたの意志にかかってます。遅れるわけにはいかないから。逃がします。バイタル、ここからはあなたの意志にかかってます。次のポイントへ移動します。皆さん、確実に対処していきますよ。移動する。逃げても無駄だ。お、ついに。うん、行くしかないみたいだ。いらっしゃい。せ、あ、ありがとう。これは。
はい、まあいろいろもらえるってことだな。まだ続いているのね。まあ簡単に終わったらパンデム。本当強くなったな。私一人でも十分だ。簡単には終わらないということですね。まあだからといって諦めるわけにはいきませんが。行きましょう。エピローグです。さあ、いよいよ。お、Huh.
対どうよ。いいな、エスコート。お。はい。行ける場所が多いな。うん？給食部何？給食部に何が？とりあえず
石をもらえるのか。倒れてる。あ、なんかテーブル上になんかがある。会話？またかよ。喋ってみようって明白だけどな。ジュリはどこだ？え？かわいそう、泉。スクールバッグ？あ、またなんかある。
撫でてみよう。尻尾が動いてる。また撫でてみよう。どんだけ撫でんねん。撫でるとなんかもらえるんだ、ものが。小岩箱の中にクレジットポイント。したいかな。テーブルを下に隠れてるかもしれない。一個ずつテーブルを。
て。見つかった。部屋もあるんだ。先行けない。落ちないよね。サイン撫でる。
一方特別炉は脱獄しやがったこいつ。開けてくれ。開けてくれないんだ。相変わらず届かない。って言ったっけ？なんで？ないってことじゃないの？他も探したしな。お。足音が。ここで足音は消えている。おかしい。
え、さらに足跡が追加されている。そう、え、夢落ち？なんだこれ。ピアノ室へ。トゥルーリスター、これで終わりましたな。ヒナの部屋へ。寝ることってできんのかな。コント座ってかわいい。何をさ、これリスターないか、これで終わりか。だいぶ退院されたみたいですね。
終わりっぽい。まだなんかある。地表レプシーやばすぎる。いらっしゃい先生。さすが先生、完璧だった。簡単には終わらないということですね。まあだからといって諦めるわけにはいきませんが。いや、さすがにこれは無理だな。お帰りなさいませ先生。お食事になさいますか、それともお風呂になさいますか。あっさりと終えられましたね。227号温泉郷、これより営業か。こんにちは先生、ここでは過去の思い出を。227号温泉郷、これより営業開始です。だって星2の中でパワーアップできる人っていないよな。あー、あと16なんだな、神秘解放まで。明日から総力戦かな。227号温泉郷、これより営業開始です。はい、ということで。簡単には終わらないということですね。まあだからといって諦めるわけにはいきませんが。これは、あ、このキャラはボーナスがつくんだ。ということで、嬉しいな。なんだこれ。プレゼントよ。もしかしてマリア、ありがとうございました。かわいい。また来てね先生。プレゼント
あ、ダメだ。遺言の役員用デスクって。プレゼント用？もしかして、いぶきに？ご利用ありがとうございました。また来てね、先生。こっちもある。どうしてくれるんだ。簡単には終わらないという。お帰りなさいませ、先生。お食事になさいますか？それともお風呂になさいますか？お帰りなさいませ、先生。お食事になさいますか？それともお風呂になさいますか？
お帰りなさいませ、先生。お食事になさいますか？それともお風呂になさいます？16まである。でも装備はまだできないんだな。まずここで終わりたいと思います。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。